人生は人生。水のように動け。疲れた。静かに。疲れた。音を立てるな。突入する。近くに誰かがいるぞ。助けてくれ。誰かがいるのか。気を散らしちゃいかん。敵だぞ。人生は人生。人々の選ぶ義務。疲れた。準備完了。水のように。謎なぞ行くわ。我ながら上出来。静かに。刃が血を欲しがっている。待つのってタイプのさ。起きてよ。準備完了。水のように動け。ここ差し足行かないの。行くぞ。突入する。刃が血を欲しがっている。そうだね。ネズミの簡単ね。猫と鳥。静かにね。疲れた。まだ終わらんぞ。そう。さっと。小型の柵。ゆっくりと。しかし、すべては価値。こそこそと。しかるべきあれさ。人生、人生。人々の選ぶ気。イエイ、やった。決めたのだ。時は近い。我ながら上出来。抜き足。ここまでだ。
叱るべきやあいつ。人生、人生。今行くわ。さしあし。人々を選ぶ。静かにね、鳥の声。私は決めたい。メロディー、行くわよ。蛇みたいに巻いてるわ。素敵な雲の巣に足を踏み入れるってね。この場所、今の忍びの里みたい。もしそうだったら、俺たちは今頃、織田仏だぜ。ここにいるのは分かってるんだ。鳥の声。しかし、全ては破棄。抜き足。準備完了。と上出来。我が命、上様に捧げようぞ。上様のために物音を立てずに動こう。柔らかいおじぎ、静かな意思表示ね。周りを見てみましょう。用心深くね。待っても無駄だな。忍耐あるのみだ。任務のためだ。仕事だ。水のように動け。行かないの？油断してはならぬ。鳥の声。楽しいわね。この場所、忍びの里みたい。もしそうだったら、俺たちは今頃織田仏だぜ。出てこい。誰かいるのか？向かっている。隠れて。大と小、失敗は忍者。いらわしい。死ぬにはちょうどいい日かもしれん。上様のために。仕事だ。拙者の役目は明確だ。待っているぞ。音を立てな。やった。隠れていよう。準備いいわよ。鳥の声。この場所、忍びの里みたい。もしそうだったら、俺たちは今頃織田仏だぜ。ここにいるのは分かってるんだ。向かっている。いつでも準備はできている。風を切る。人殺しめ。
メロディ、行くわよ。静寂。鳥の声。できるわよ。この場所。誰だ。忍びの里みたい。もしそうだったら、俺たちは今頃オダブツだぜ。出てこい。そうだね。素敵なメロディー。今の聞こえたぞ。イエイ、やった。静かに。シュリッツ。風を切る。攻撃されているぞ。なぞなぞかな。蛇みたいに巻いて。鳥の声。ゆっくりと。この場所。今の。忍びの里みたい。もしそうだったら、俺たちは今頃オダブツだぜ。出てこい。誰かいるのか。隠れているのは分かっている。ひどいじゃない。そこのお前。猫鳥、ちゃんと動くわね。抜き足。この場所、忍びの里みたい。もしそうだったら、俺たちは今頃オダブツだぜ。俺の仕事だ。我ながら超敵。水のように動け。木は熟した。そこにいよう。数よりも腕だ。しかし出てこい。分かってるんだ。手裏剣を使おう。止まれ。バッチリな罠ね。準備いいわよ。鳥の声。蛇みたいに巻いてるわ。この場所、忍びの里みたい。もしそうだったら、俺たちは今頃オダブツだぜ。罠さん、起きて。メロディー。雲の巣に足を踏み入れるってね。誰だ。できるわよ。あそこまで。いつでも準備はできのように動け。見つけてよ。手裏剣を使おう。そこの前。忍耐こそ最強の武器である。水のように動け。静かに。仕掛けがいっぱい。蛇みたいに巻いてるわ。そう、この場所。静かにね。忍びの里みたい。もしそうだったら、俺たちは今頃オダブツだぜ。できるわよ。死ぬにはちょうどいい日かもしれない。物音を立てずに動こう。いい酒だ。おとりは設置した。待っての無駄だな。一杯どうだ、友よ。手裏剣を使おう。手裏剣。奴が瓶を持ってったな。突入する。手に入れた。木は熟した。決めた。隠れていよう。そうだね。こそこそと。私にもらってほしいって。
かし、全ては価値。準備完了。音を立てんな。突入する。水のように動け。人生静かに。音を立てるな。人々が選ぶ。静かに。突入する。私は決めたのだ。水のように動け。突入する。水のように動け。時は近い。静かに。出るな。しかし、全ては渦中。しかるべきありさま。人生、人生。刀を使う。個人的な恨みはない。止まれ。今のは聞いた。静かに。仕事だ。突入する。すべては渦中。しかるべきありさま。人生は人生。決めたのだ。刀を使うか。これは何だ。個人的な恨みはない。目立たないようにしましょう。しかるべきありさま。人生は
人生。人々を選ぶ君、決めたのだ。仕事だ、静かに。しかし、すべては渦中。しかるべき兄様。音を立てるぞ。あの音は、人生は突入する。刀を使うか。を選ぶ。個人的な恨みはない。楽しいわね、ゆっくりと。しかし、すべては渦中。鳥の声。抜き足。ワナさん、素敵なメロディー。メロディー。雲の巣に足を踏み入れるってね。鳥の声。人生、人生。なんで隠れてんだ？そう、誰？人々の選ぶ。静かにして。ネズミの歯。さっと。待っても無駄だな。静かに。剣術。個人的な恨みはない。突入する。音を立てるな。人々の選ぶ君。水のように動け。待つのって退屈。こうじゃなくてジャンプして登るの簡単ね。落ち着け、集中だ。静かに。水のように動け。やだ。挑戦中。
神道滅却。狐が狩り中よ。ちゃんと動くわね。すべては家中。どう音を立てな。仕掛けがいっぱい。我が刃は鋭い。光るべきアリサ。そうだね。どこに置いたっけ鳥の声。人相誰かいるのか。人相静かにね。待っているぞ。刃が血を欲しがって。猫と鳥できるわよ。さっと仕事だ。静かに。水のように動く。なぞなぞかな。我ながら待っても無駄だ。突入する。ここ。しかし全ていつでも準備はできている。あるべきが。今行くわ。人生、人生。人々の選ぶ気分。素敵なメロディー。私君は、こそこそと差し足。メロディー行くわよ。しかし全ては家中。素敵な罠さん起きてね。雲の巣に足を踏み入れるってね。落ち着け。集中だ。水のように。人生。イエイ、やった。人々の選ぶ気分。私は決めたのだ。鳥の声。時は近い。静寂。メロディー。しかし、すべては家中。簡単ね。素敵なメロディー。メロディー行くわよ。静かにして。うまくいったわ。援護を呼べ。人生は できるわよ。罠さん
起きてね。蛇みたいに巻いてるわ。ゆっくりと。雲の巣に足を踏み入れるってね。準備完了。音を立てるな。水のように動け。私決めたの。ここ。時は近い。静寂。しかし、すべては渦中。人生メロディ人生行くわよ。さしあし静かにして。素敵なメロディまだ使えないと今まだよ。人々のメロディ行くわよ。抜き足私は決めたの。罠なくしちゃった。なぞなぞかな。しかし、すべては渦中。素敵なメロディ。我ながら上出来。メロディ。行くべきアリス。行くわよ。素敵なメロディ。ダメよ。まだ時間がかかる。こそこそと。出てこい。鳥の声。誰か引くか。簡単ね。人生。うまくいったわ。楽しいわね。誰。人々の神道を突入する。そうだね。静かにね。私は決めたのだ。行かないの？私は決めたの。栄光が待っておるぞ。向かっている。静寂。しかし、すべては渦中。任務のためだ。光るべきアリサ。仕事だ。人生人生。音を立てるな。人々を選ぶ。静かに。私は決めたのだ。突入する。
水のように動け。幼児隠れの術。時は近い。静寂。俺が敵の気をそらす。すべては家中。叱るべきアリス。今のは何だ。突入する。何でもないぞ。音を立てるな。人生は人生。静かに。真ん中にいるのが影さんだ。黒装束。風か。紛らわしい風だ。ここで止まれ。準備はできておる。決めたの。そこにいよう。任務のためだ。時は近い。忍耐こそ最強の武器である。慎重に進もう。引退だ。失敗はせ。向かっている。静寂。物音を立てずに動こう。しかし全ては家中。上様のために。叱るべきアリ様。任務のためだ。人生は人生。人々の選ぶ義務。いつでも準備はできる。水のように動け。私は決めたのだ。刀を使うか。これは何だ。挑戦中。叱るべきアリサ。準備いいわよ。人生、人生。簡単ね。人々の選ぶ義務。
私は決めたのだ。素敵なメロディー。時は近い。しかし、すべては渦中。叱るべきアリサ。メロディ、行くわよ。人生は人生。ちゃんと動くわね。人々を選ぶ。嫌なサプライズでしょ。私は決めたのだ。さしあし、鳥の声。ゆっくりと。どれに隠れているのか。風か。ひどい。しかるべきアリサ。行かないの？人生、人生。人々の選ぶ。ゾ、音を立てるな。水のように動け。刀を使う。個人的な恨みはない。私は決めたのだ。待っているぞ。しかるべきアリサ。いつでも準備はできている。人生、人生。音を立てるな。人々の選ぶ君。静かに。突入する。刀を使うか。個人的な恨みはない。私は決めたのだ。おう、そうじゃの。ああ、少しの間じゃ。うん、近道を探さないと。賢者は最善の道を選ぶ。準備完了。人々の選ぶ君。私は決めたのだ。
くぞ。猫と鳥。静寂。そう、静かにね。すべては渦中。光るべきありさま。人生、静かに、人生。我ながら上出来。やっちまえ。よいぞ。以前ならじゃが、もう無理じゃ。行かないの？人生は人生。ゆっくりと。人々の選ぶ日。そうだな。さしあし、こそこそと。決めた。行くぞ。水のように動け。音を立てるな。静かに。やめて、お願い。赤い葉、そして朝の計画実行中。謎なぞかな。彼らのところに行きましょう。タクマ様はここから見ていてください。もちろんじゃよ。何か問題でもあるのかね、愛子さん。ひょっとしたらもっと何かあるかもしれないんです。ああ、わかった。用心深く警戒しておくよ。ありがとうございます、タクマ様。人々幕開けね。ショーの始まりね。優雅な着地ね。気づかれないままね。キツネが狩り中よ。決めたのか。はあ、簡単、ね、面白そう。時は近い。柔らかいおじぎ、静かな椅子表示ね。え？敵の視野に入らないように移動中よ。仕掛けがいっぱい。目立たないようにしましょう。しっかり見張る人たちようね。しかるべきなりさ。準備いいわよ。ちゃんと動くわね。人生。こそこそと楽しく。しかるべきありさま。人生、人生。あ？仕事だ。
待つのって退屈。いつでも準備はできている。音を立てるな。何事も優美。計画実行中。彼らのところに行きましょう。タクマ様はここから見ていてください。もちろんじゃよ。何か問題でもあるのかね、愛子さん。ひょっとしたらもっと何かあるかもしれないんです。ああ、わかった。用心深く警戒しておくよ。ありがとうございます、タクマ様。静かに。そうだな。水のように動け。決めたの。時は近い。音を立てるな。水のように動け。静かに。静寂。時間は無駄にしないわ。全ては家中。柔らかいおじぎ、静かな意思表示ね。叱るべきアリサ。赤い葉、そして朝の雪。人生は人生。最も優雅な小道具ね。数よりも腕だ。手裏剣を使おう。いや、狙いは外さない。人々。しかし、すべては家中。叱るべきアリサ。あ、面白そう。人生は人生。できるわよ。準備いいわよ。簡単ね。人々の選ぶ気。私は決めたのだ。時は近い。静かにね。今の聞こえたの？静かにして。狐が狩り中よ。叱るべきアリサ。抜き足。人生は人生。ゆっくりと。行くぞ。人々の選ぶ気。水のように動け。行かないわ。今行くわ。楽しいわね。待っても無駄だな。待つのって退屈。静かに。人生は
人生。人々の選ぶ木、私は決めたのだ。音を立てるな。水のように動け。時は近い。手裏剣を使おう。手裏剣が使える。手裏剣術。静寂。せいせいせい。狙いは外さない。しかし、暗殺者だと。俺の手裏剣はどこだ。手裏剣がないぞ。しかし、すべては渦中。我が命、上様に捧げようぞ。失敗はせぬ。任務のためだ。そこにいよう。慎重に進もう。いつでも準備はできている。水のように動け。決めたの。静かに。猫と鳥ぞ。静かにね。待っても無駄だな。音を立てるな。準備いいわよ。仕事だ。待つのって退屈。落ち着け。集中だ。しかし、手裏剣を使おう。全ては渦中。そうだね。いや、狙いは外せない。簡単に。止まれ。なんだ。仕事だ。しかし、全ては渦中。いつでも準備はできている。音を立てるな。突入する。イエイ、やった。人生、人生。人々の選ぶ気、楽しいわね。静かにね。行くぞ。時は近い。ここ。真珠剣を使おう。静寂。狙いは外せない。痛いじゃない。なんだ。やめて。ここお願い。ここは立ち入り禁止だ。
落ち着け、集中だ。すべては家中。木は熟した。なぞなぞかな。音を立てるな。水のように動け。はあ、面白そう。人生、人生。人々の選ぶ気。うん、うん、私は決めたのだ。今行くわ。いつでも準備はできている。時は近い。音を立てるな。手裏剣が使える。仕掛けがいっぱい。ネズミの。静かにして。いや、静かに。音を立ててやった。やめて、お願い。虫けらが。拙者の役目は明確だ。慎重に進もう。忍耐だ。人生、いつでも準備はできのように動け。静かに。行かないの？人々の選ぶ気。我が命、上様に捧げようぞ。失敗はせぬ。え？私は上一撃、最後はあっけなかったな。向かっている。行くぞ。時は近い。しかし、すべては家中。しかるべき兄様。人生は人生。我が刃は鋭い。人々の選ぶ。ここできるわよ。落ち着け、集中だ。決めたのだ。待っているぞ。音を立てるな。手裏剣が突入する。松の子が退屈。静かにして。いや、なんだ。準備いいわよ。待っても無駄だな。水のように動け。静かに。猫と鳥。しかし、すべては家中。なんだ。叱るべき有様。殺されたのだな。出てこんか。
全て静かにして。我ながら上出来、抜き足楽しいわね。簡単ね。食べて。信じられないぞ。痛いじゃない。楽しいわね。ゆっくりと。楽しいわね。人生、人生。いつでも準備はできている。木は熟した。そこにいよう。人々向かっている。アイコ殿、よくぞ我らに勝利をもたらしてくれました。こんなに簡単に行くなんて、なんだか嫌な感じがするわ。今聞こえたぞ。ただのかすり傷だ。叱るべきアリサ。待つのって大切。できるわよ。人生我が刃は鋭い。音を立てるな。栄光が待っておるぞ。すまぬ。隠れていよう。失敗はせぬ。人々の栄光。愛子殿、よくぞ我らに勝利をもたらしてくれました。こんなに簡単に行くなんて、なんだか嫌な感じがするわ。決めた。仕掛けがいっぱい。神道滅却。静かに。手裏剣を使おう。水のように動け。猫と鳥、ネズミの歯。やっ、勝てない。今行くわ。静かにして。抜き足。待っているぞ。全ては家中。そうだね。落ち着け。集中だ。こそ。人生、人生。人々の選ぶ君。決めたのか。準備完了。突入する。静かに。水のように動け。イエイ、やった。静寂。楽しいわね。数よりも腕だ。手裏剣術。音を立てるな。はあ、小型のさ。面白そう。起きてよ。せっせっ。さっと。いつでも準備はできている。やった。仕事だ。
こそこそと。なぞなぞかな。ショーの始まりか。ここ行くぞ。水のように動け。静かに。準備いいわよ。ゆっくりと。待っても無駄だな。突入する。静けさが私たちの味方よ。密かに。人々の選ぶ木。私は決めたのだ。目立たないようにしましょう。物音。引退だ。上様のために。見られないようにするのよ。真ん中にいるのが影様である。黒装束、影から切り取られたような。何劣らぬ姿だ。象のように動かないね。どうしてだろう。関係ないさ。今から死んでもらうんだからな。しかるべきあり。我が刃は鋭い。行かないの？慎重に進もう。人生は人生。行くぞ。ピストルが使える。弾は込めた。音を立てるな。柔らかいお辞儀。今日は死人が多い。静かに気づかれないままね。準備完了。共に戦うから強くなれる。一撃。私は決めたのだ。しかし、すべては渦中。しかるべきありさま。人生は人生。任務のためだ。向かっている。雲、他の者に知らせろ。神道滅却。そこに俺がよい。
隠れていよう。しかし、全ては家中。叱るべきアリ様。人生は人生。人々の選ぶ義務。慎重に進もう。決めたのだ。我が刃は鋭い。突入する。柔らかいおじぎ、静かな意思表示。時は近い。物音を立てずに。真ん中にいるのが影様であろう。黒装束、影から切り取られたような何音だぬ姿。ながら上出来。しかし、全ては家中。叱るべきや。機は熟した。上様だ。人生、人生。物音を立てずに動こう。忍耐だ。人々の選ぶ義務。私は決めたのだ。準備はできておる。時は近い。静寂。しかし、すべては家中。叱るべきアリ様。人生は人生。忍耐だ。隠れていよう。任務のためだ。人々の選ぶ義務。私は決めたのだ。神道滅却。我が命、上様に捧げようぞ。待っても無駄だな。
赤い葉、そして赤の葉。真ん中にいるのが影様である。黒装束、影から切り取られたような。何劣らぬ姿だ。象のように動かないね。どうしてだろう。関係ないぞ。今から死んでもらうんだ。すべては価値。刀を使うとし任務のために死んでもらう。ここ。時は近い。忍耐あるのみだ。隠れていた。任務のためだ。慎重に進もう。失敗はせぬ。仕事だ。時間は無駄にしないわ。猫と鳥。真ん中にいるのが影様であろう。黒装束、影から切り取られたような。何劣らぬ姿だ。象のように動かないね。どうしてだろう。関係ないさ。今から死んでもらうんだからな。できるわよ。抜き足。しかしネズミの歯。さっと。叱るべきアニさ。準備完了じゃ。誰も気づかんけ。ダメ。その手はいかんわい。了解。近道を探さないとさ。その手はいかんわい。景色でも楽しまんかい。いい策じゃ。ああ、我慢じゃ。以前ならじゃが、ダメじゃ。最高戦闘。賢者は最善の道を選ぶ。賢明じゃのう。賢者は最善の道だ。近道を探さないと。
静寂。しかし、すべては渦中。準備はできておる。死ぬにはちょうどいい日かもしれん。叱るべき兄様。恐ろしい武器だ。上、地方、準備よし。これで鎧も貫ける。地方、準備よし。再装填中だ。されているぞ。軍を呼べ。柔らかいお辞儀、静かな意思表示ね。時は近い。静寂。しかし、すべては渦中。おう、そうじゃの。賢明じゃの。うん、位置についたわい。人生、人生。おう、おう、赤い花じゃ。共に戦うから強くなれる。決めたのだ。向かっている。忍耐だ。上様のために。隠れていよう。落ち着け。音を立てるな。集中だ。見られないようにするのよ。油断してはならぬ。真ん中にいるのが影様であろう。黒装束、影から切り取られたような、何劣らぬ姿だ。象のように動かないね。どうしてだろう。関係ないさ。今から死んでもらうんだから。弾は込めた。火縄銃が使える。人生、人生。人々の剣術。目立たないようにし、簡単に隠れられ、密かに。死ぬにはちょうどいい日。そこにいよう。私は決めたのだ。しかし、すべては渦中。しかるべき兄様。人生、人生。刀を使うとしよう。この男は全ての元凶。とてもダメだ。みんなの時間を無駄にしたわ。今は優位に立てる。
敵の視野に入らない。いつでも準備はできる。水のように動け。決めたね。準備はできておる。失敗はせぬ。任務のためだ。待つのって退屈。静かにして。しかし、すべては渦中。怠けるな。しかるべきありさま。簡単ね。出てこいよ。助けてくれ。なんだろう。はあ、面白そう。静かにして。しかし。全ては渦中。しかるべきありさま。今行くわ。できるわよ。抜き。さっと。人生。こそこそと。人生。人々の選ぶ気を。私は決めた。楽しいわね。我ながら上出来。メロディー行くわよ。ちゃん素敵なメロディー。嫌なサプライズでしょ。さしあし隠れているのは分かった。静かにね。静かに。栄光が待っておるぞ。油断してはならぬ。向かっている。失敗はせぬ。人々の選ぶ忍耐だ。待つのって退屈。私は静かにして。蛇みたい。神道滅却。上様のために。行かないの。鳥の声。今の聞こえたぞ。狐が狩り中よ。簡単ね。機は熟した。すべては渦中。慎重に進め。物音を立てずに動こう。しかるべき。隠れていよう。そうだね。人生。抜き足。今行くわ。人々の選ぶ気。し
静かにね。ちょっとワナさん、どこなの？どこに置いたっけ？ゆっくりと。もらうわね。ワナさん、起きてね。雲の巣に足を踏む。メロディー。行くわよ。できるわよ。しかし、生徒は家中。拙者の役目は明確だ。忍耐こそそこに最強の武器である。ここ楽しいわね。誰もいらないんでしょ。人生人生。人々の選び忍耐あるのみだ、隠れていよう。なぞなぞかな。私は決めたのだ。キツネが狩り中よ。静寂。待っても無駄だ。突入する。音を立てるな。水のように動け。猫と鳥。蛇みたいに巻いてるわ。ちゃんと動くわね。鳥の声。嫌なサプライズでしょ。人々のこそこそと。誰かいるのか。誰だ。待っているぞ。手裏剣を使おう。動くな。うまくいったわ。なんだ。準備完了。突入する。音を立てるな。手裏剣が使える。しかし猫と鳥ちゃんと動くわね。静かにして。鳥の声。嫌なサプライズでしょ。ゆっくりと。あれだ、聞こえたぞ。いつでも準備はできる。手裏剣を使おう。人生は人生。うまくいった。狙いは外さない。静かに。人々頂戴する。水のように動け。私は決めたの。突入する。ここちょっとワナさん、どこなの？私にもらってほしいって。蛇みたいに巻いてる。ああ、罠な。雲の隅や足を踏み入れる素敵なメロディー。誰かいるのか。すべては家中。仕事だ。音を立てな。バッチリな罠ね。叱るべきアリ様。イエイ、やった。こそこそと。もらうわね。人生は人生。我が命、上様に捧げようぞ。上様のために。失敗はせぬ。私は決めたのだ。隠れていよう。ほう、面白そうじゃの。ああ、これがよい。向かっている。任務のためだ。私は決めたのだ。いい眺めだ。油断してはならぬ。上様のための刃だ。
時間は無駄にしないわ。優雅な準備完了。水のように動け。猫と鳥、小刀さん、起きてよ。誰かいるのか。紛らわしい。挑戦中。人々の選ぶ。良いぞ。ああ。我が刃は鋭い。何のことはないの。待っても無駄だな。突入する。時間は無駄にしないわ。我が命、上様に捧げようぞ。行くぞ。死ぬにはちょうどいい日かもしれない。なんだ。紛らわしい顔だ。猫と鳥。行かないの。何のことはないよ。用心優雅な解決法ね。仕事だ。音を立てるな。待っているぞ。見られないようにするのよ。かんざしよ。ショーの始まりね。準備完了。刀を使うか。水のように動け。個人的な恨みはない。熟した物音を立てずに動こう。用心深くね。行くぞ。必ずや。いつでも準備はできているわ。敵の視野に入らないように。抵抗が待っておるぞ。今だ。罠だ。くそ。あ、やめ。ダメ、下がって。終わりました、影様。老人はそばの坂にいます。影様のおっしゃる通り、奴らは団体でやってきました。影様、あなたは。兄上がお主にこの刀を渡した時のことを覚えている。くだらない。どうして、なぜこのようなことを。私と兄上には意見の食い違いが心底多かったのだ。全てを知っていればお前も納得するだろう。一体何が望みだ、この裏切り者めが。取引だ、無限。龍之介をどこへやったか知りたい。拙者がおとなしく口を割るとでも。まあそうはいかないだろう、大城無限。お主のことはよく知っている。お主ほど忠誠心の厚い男はそういない。将軍を裏切るくらいなら自ら死を選ぶだろう。だがその兄上への忠誠心とはどれほどのものか。この者たちを犠牲にしても貫けるものか。お主の誇りである友たちが目の前で死ぬのを見たいと申すか。己昇る、この畜生めが。言うことを聞くか。さもなくばこの女が最初の犠牲者だ。好きにしろ。死など恐れるものか。愛子さん、おとなしくしているがよい。さあ無限、決断せよ。好きな方を選ぶがよい。我が名は大城無限。侍だ。侍たる者、我が主君に全てを捧げる。主君を守り、主君のために命を捧ぐ。だが、できぬ。友を死なせることなどできぬ。ダメよ上様、どうかお許しを。利口な判断だ無限。誓え。貴様の命、貴様の息子の命に誓え。
我が友に手は出さぬとは。よかろう、手出しはせぬ。ならば貴様の勝ちだ。言う通りにしよう。それでよい。お主は先に行ってもらう。友は私と共に来てもらう。マサル、奴らを拘束せよ。傷つけぬようにな。わかりました、父上。おい、何をしている。仕事に取りかかれ。